嘘はつかねえ。山本周五郎。浅草の馬道を六号土での方へ行って、突き当たる二丁ばかり手前の右に、山の宿へと続く狭い横丁があった。付近には猿若町とか浅草寺とか新吉原など、遊興陥楽の地が多いので、 その辺りは全般的に活気もあり、家数こそ少ないが、かなり繁華でもあった。しかし、その横丁だけはまるで違う。狭いうねくねした道は、昼間でもほとんど人通りがないし、両側の家は軒が低く、恐ろしく古ぼけて、片方へ貸し入らり、前へのめりそうになったりして、 五六軒ぐらいずつ途切れ途切れに並んでいる。その途切れたところは草の生えた空き地だの、ゴミ捨て場だの、汚らしい水たまりだの、家を取り壊した跡だの、また気まぐれに作りかけたまま放り出されたような畑だのになっていて、全体がじめじめと暗い、陰気臭い、ひどく裏びれた眺めであった。 この横丁の馬道から入った左側の空き地に、夜になると、柳屋という袖安頓をかけて、煮込み缶酒を売る店が出た。夕方になると、六十五六になるじいさんが車屋台を引いてきて、吉連三方を囲い、腰掛けを二つ並べて商売を始める。夜が明けると片付けて、車屋台を引いて帰って行く。 どこに住んでいるのか、いつ頃からそこへ店を出しているのか、どんな身の上か、家族があるかないか、すべてわからない。じいさんも話さないし、尋ねる客もない。客はただ、じいさんとか、とっさんとか、親父などと呼ぶだけだし、じいさんの方はほとんど口をきかない。実際には腰は曲がってはいないのだが、 腰の曲がっているようなたどたどしい動作で、酒の缶をしたり、鍋の下を仰いだり、煮込みをさらえつけたり、箸や酒好きを洗ったり、絶えず何かかにかしているが、それは、できるだけ客と話すことを避けているように見える。そして、事実その通りであって、くどい客などが相当しつこく話しかけても、 ほんのお愛想に返事をするくらいで、身を入れて聞くとか、自分から話し出すなどということは、決してなかった。新吉は、裏ぶれたような気持ちになると、よくその柳屋へ行って酒を飲んだ。彼は、その横丁全体が好きだった。両側の家に住む人たちは、どんななりわいをしているものか、 彼の行く自分には、どの家も雨戸を閉めて、隙間だらけのあばら屋なのに、明かりの漏れる様子もない。時たま赤子の鳴く声や、病人らしい力のない咳や、ガタゴと雨戸を開けたてする音などが聞こえる他は、みんな空き家のようにひっそりとしていた。その横丁へ入って行くと、新吉は、 不思議な心の安らぎを覚えた。そこには、つつましい落魄と、諦めのため息が感じられた。絶望への教習といった風なものが、生きることの虚しさ、生活の苦しさ、この世にあるものすべてのはかなさ、病気、死、悲嘆、そんな思いが胸に溢れてきて、 酔うような甘いやるせない気分になるのであった。初めて柳屋へ行ったのは二年前の冬のことだろう。酒も魚も安いだけが取り柄で決してうまくはない。不愛想な薄汚れたじいさんの様子も普段なら眉をしかめるところだったが、その時は新吉原の茶屋で友達と飲んで、 そこで口論になって、ひどくやけな孤独な気持ちで飛び出した。このまま旅へでも飛び出すか、いっそ見投げでもするかといったような気持ちだった。そんな時だったので、吉津で囲った屋台店も、まずい酒や魚も、よぼよぼしたじいさんの様子も気にならなかった。むしろ、遠い親類の家へでも行ったような感じで、 何か泣き言も言ったらしい空の知らぬ自分まで乱暴に飲み続けたそれから時々飲みに出かけたいつも客はあまりいないしじいさんは無口でこっちが話しかけない限りいつまででも黙っている手くで勝手に酔うことができるし誰に気兼ねもなく邪魔もされず 痛ければ朝までいられるし、自由に物思いにふけることもできた。客は大抵がふと紛れ込んできたといったふうなものばかりで、長い馴染みらしいものはなかった。馬道の通りにも夜明かしの飲み屋がある。安くてうまい酒・魚があって、休時に小女などを置いている店が、とびとびに四五軒はあった。 場所柄もあるだろうが、それらの店では、客は大体いい馴染みが多く、客同士で話したり歌ったり、陽気に飲んで酔うといった風であった。しかし、柳屋の客は、ほとんどが一度きりであった。そして、新吉が初めて飛び込んできた時のように、それぞれが暗い、重苦しい影を持っていた。 おいじ、強いのはねえか。ブスッとそんなことを言って、どぶろくに焼酎を入れたのをとって、それをすぐには飲もうともせず、青黒いような疲れた顔をうつむけて、何かブツブツ一人でつぶやいたり、何度も深い吐いきをしたりする。それから突然その酒を煽り、 ゼニーを投げ出して暗い夜半の巷股へ消えてゆく。そういったものが多かった。今の男は首でもくくるんじゃないのか新吉は半ば冗談によくそんなことを言った。じいさんは大概気のない合図を打つかニヤニヤ笑うくらいのものであるが、時には独り言のような調子で、 なあに、珍しくはありませんや。などということがある。おそらくそんな経験が幾度かあったのだろう。何かをじっと見通しているような言い方で、新吉は急に寒気のするような気持ちになったこともあった。一度などは人を切った侍が入ってきた。残暑の頃で、 もう東の空が明るみ出す時刻だったが、その侍は足音もさせずにぬっと入ってきて、酒を冷やのまま湯呑みへ継がせ、続けざまに三杯もあおった。細かい白ガスりの片柄に炉の夏羽織を着ていた、痩せた小柄な体つきで、目がちばしっていた。くだらないな。実にくだらない。 四杯目を飲みながら、そんなことを呟いた。世の中も、人間も、生きていることも、みんなくだらぬったわけっことだ。侍はその血走った目で、時々新吉の方を見た。警戒するのでもなく、相手を求めるのでもない。新吉を見はするが、実は新吉を見るのではなく、 心は全く別の方にあるという目つきだった。バカなものだ。ちバカなものだ。そんなつぶやきもほとんど無意識だったろう。酒を五杯飲むと、途方もないほど多額な金を置いて、来た時のように足音もさせずに出て行った。振られて来たという形だね。 新吉はそう言った。爺さんは苦笑しただけであるが、それから間もなく役人が来た。今、車で人を三人切った侍がある。人相風邸はこれこれだが見かけなかったか。こういうのを聞いて、新吉は危なく声が出そうになった。役人が去った後、新吉は侍のちばしった目や、 取り留めのないつぶやきを思い返しながらじいさんが店を片づけ始めるまで沈んだぼんやりした気持ちで飲み続けた松という男に初めて会ったのは北風の吹き荒れる寒い晩だった色の冷めた継ぎはぎだらけの桃ひき飯店にわらじがけ放かむりで腰には弁当の殻と見えるのを 小風呂敷に包んでくくりつけていた。年は自分で37だと言ったが、50以下とは思えないくらい老けて見えた。もうどこかで飲んできたのだろう。いい気持ちそうに鼻歌などやりながら、強いのをいっぱいとって。しばらくだったなぁ、親父。おめえ生きててくれて、ほら、ありがてえ。生きてぜえ、そりゃ。 また会えるってよ。こんなありがてえことはねえや。したったるい調子で喋り出した。彼は自分の名や歳や、妻と子供が三人あることや、今は人足に雇われていることなど、二度も三度も繰り返して、その度に、嘘はつかねえ、と念を押した。 ガキは三人よ。みんな可愛い畜生だ。可愛い畜生だが、暮らしは楽じゃねえ。楽じゃねえさ。こちとら、人足の日雇い銭にまでお神の運情がかかるってんだから、まんこ言いうわけじゃねえが、お神って言っても、どんな心持ちでいるものかさ。 新吉が柳屋へ行くのは不規則で、三日も四日も続けさまに行ったり、十日も二日も行かなかったりした。しかし、丸二年近くも通っているのだから、もう馴染みという感じになってもいいはずであるが、じいさんには少しもそんな風はなかった。いつも初めて入った時と同じ態度で、別におい想も言わず、親しむ様子もない。 そしてこちらでも、前に言った通り、客がいつも新顔ばかりで、二度三度と会うようなものは滅多にないから、自然馴染みの店という感じは持てなかったのかもしれない。だが、その中で、松という男は、幾度か顔の合った例外の客の一人であった。二度目は暑い季節だったろう。 飼いしの煙が吉津の隙間から島のようになって外へ流れ出るのを、新吉はぼんやり眺めながら、いつもの隅の場所に腰掛けて飲んでいた。松は彼の行く前に来て、もうだいぶ飲んだのだろう。もつれるような舌でしきりに起煙をあげていた。このま、起きろ起きて釜の下を焚きつけろ おら、この式だ。女はこれでなくちゃいけねえ。日に二三度は横面を張り飛ばしてやる。やかましい文句を抜かすな黙れこの野郎は蹴飛ばすこともあるが、一度なんざ土間へ蹴落としてくれたが。そのクレーンにして女はちょうるなんだ。嘘はつかねえ。 おいら、いつもこの式だ。新吉はぼんやり聞きながら、思わずそっと苦笑し、横目で男を観察した。はじめに会った時と同様、年は五十くらいに老けて見えるし、皮膚はたるんで艶がなくて、肥えているのに肉に締まりがない。丸っこい顔つき。 気の弱そうな尻下がりの目つき。すべてが典型的な好人物の僧帽である。よっぽど女房の尻に敷かれてるな。新吉はそう思った。男の言葉は逆であろう。いろいろな点で女房に頭が上がらず、常にポンポンやり込められているに違いない。そのありさまが新吉には見えるようで。 つい苦笑せずにはいられなかったのである。その次に行った時のことであるが、男が馴染みらしい口を聞いていたのを思い出して、いつかの松とかいう客は古くからここへ来るのかい新吉はそう聞いてみた。じいさんはいつもの調子で何か洗いながら、ええ、まあ、などと曖昧な返事しかしなかった。 それから秋までに三度ばかり待つと顔があった。そして話しかけられて口を聞くようになったが、彼の話題はいつも必ず、女は殴りつけて蹴飛ばすに限るというところへ落ちた。物価の高いことや幕府の政治の悪いこと、老中の誰がしはどうだとか、世間の風味が乱れるばかりだとか、 そういう飲み屋の客に共通した社会批評が、しまいには決まってそこへ落ちるのである。旦那なんぞは甘そうだな。うん。隠したってちゃんとわからん。顔のね、ここのところとここのところがね。へっ、ほら、嘘はつかね。だめだよ、旦那。雨雨雨。 女こっちゃね、一家っ,ってものは立ちはしねえんだよ。そして、ぐっと細い目を向くのであった。女ってやつはね、ガミガミとなって暴れるにしろ、おとなしそうにハイハイと猫をかぶってるにしろ、どっちみち男に靴を噛ませて、手綱を絞って、ケツベタを無地でピシャピシャ叩くもんなんだ。 稼げ、稼げってよ。稼げ、稼げ。旦那は何の商売か俺は知らねえ。けれども理屈には変わりはねえと思うんだ。人間同士ならそこは分かってくれると思うんだ。男は悲しい。かわいそうなもんだ。だから、だから俺はカーカオを張り倒す。玄骨でも平手でも。 このまま、ふざけるなけころがしてやることもあるさ。丸っこい顔を膨らませて力むのだが、人の良さそうな尻下がりの目は、そんな時、ふと異様な光を帯びて、彼の言葉にかなりな実感を与えた。寒くなりだしてから、宵いのうちとか夜半過ぎなどに、よたかの紛れ込んでくることがあった。 一人は体のだぶつくような声た女で、もう一人はまだ十五くらいの病的に痩せたほとんど男の子のような体つきをしていた。声た女はお吉といい、少女はおことという名だった。はじめは二人一緒に入ってきて、じいさんに焼酎をもらい、お吉が少女の裾をまくって太ももの傷の手当てをしてやった。 客の奪い合いをして、相手の女の紐に担当で疲れたのだと、お吉がじいさんに話した。少女は手当ての終わるまで、ひっきりなしに喋しっていた。傷を焼酎で洗われたりしたら痛いだろうのに、眉をしかめもしなかった。あたい、ああいうの好きさ下手な文句なんぞ言わずに、いきなりズブッとやりやがった。 それがいい気持ちだったらないの。体中がゾーッとしちゃった。今でもおへその下のところがピクピク動いてるわ。お腹の奥の方の、ここのとこ。ねえ、ここのところに何があるのこのピクンピクン動くもの何よ。姉、ね、さん、いいからもっとぎゅうぎゅうこすってよ。痛くなんかありゃしないんだから。力いっぱいこすって。 チキショ、これから毎晩あの女と張り合ってやる。あの女からあの男を踏んだくってやるんだ。あんな女にはもったいないよ、あの人。まだ子供のようだが、言うことだけ聞いていると、あばずれたとしま女としか思えなかった。そしてそのようにしゃべりながら、時々新吉の方へ流し目を向け、まくっている裾をもっと上へあげたり、 細い腰を露骨に揺すって見せたりした。当時も、死傷害は指定地区に限られていたし、ヨタカとかケコロなどの名で呼ばれる外傷も、黙人ではあるが、出る場所が決まっていて、その他の地域では捕まると罪が重かった。特に新吉原の付近などは、クルワからの要請で、 厳しく禁じられていたのである。こんなところへあんなのが出て、やかましくはないのかい二人が去ってから、新吉がそう聞いた。じいさんは鍋の下を仰ぎながら、食うためには危ない橋も渡るわけだろう、というようなことを、口の中で不明瞭につぶやいた。 それから彼女たちは、しばしば柳屋へ現れるようになったのだが、寒さと空腹しのぎによるらしい。お吉は酒を熱くして一杯。お琴は煮込みを食べた。二人で来る時もあるし、どっちか一人の時もあった。お琴の太ももの傷はどうなったものか、まるでそんなことはなかったかのように、いつも元気でよく喋った。 二度目に新吉が行き合わせたとき、おことは子供っぽく笑いかけて。おじさん、こないだいたお客さんだね。ちょっと懐かしそうに言ったが、それから突然その笑いが、娼婦の誘いに変わった。ああ、誰かあたいを買ってくんないかな。妙な身振りをしてそんな風に言うこともあった。 その夜は、ひどいいてだった。夕方までかなり強い木枯らしが吹いていたが、それがやむと、急に気温が下がりだして、道など酔いのうちに凍ってしまった。わけもなく気の沈む晩で、暗い絶望的なことばかり頭に浮かび、酒もむやみにまずかった。柳屋のは、安酒の中の安酒で、 いつもはそれが一種のわびしい魅力だったのだが、その夜はそんな気分のせいか、日本ばかり飲むとやりきれなくなり、いっそよそへ行って飲み直そうと思った。そして財布を取り出そうとしたとき、松という男が入ってきた。よ、生きてたな、親父。ありがてえ、ありがてえ。 彼はよろよろと大板へのめりかかった。人間、生きてせえすりゃ、こうして会えるんだ。おら、これが嬉しくってしょうがねえ。この、また会えるってことがよ。どうだろ、う、親父。ありがてえ、ありがてえ。そして強いのを注文して、ふと新地を見つけて、頓うな声を上げた。 新吉もその声にすぐ答えた。古い友達にでも巡り合ったような不思議な親しさが感じられ、出るのを思いとまって彼も強いのを取った。ほら旦那のことは覚えてる。嘘つかねえ。ちゃんと覚えてるよ。男は哀れなもんだってね。旦那はそう言った。それはお前の言ったことだろ。う。 はっ、ご <laughs> だ、ふざけちゃいけねえ。松はその晩は、社会批評抜きで、いきなり彼の本論を持ち出した。新吉を女房に甘い男だと言い、新吉に限らず、一般に世間の男は女房に甘くて、そのだらしのなさは見られたものではないと言った。女っていうものはね、 日に二三度は横っ面をはっとばしてやらなくちゃいけね。こ骨でも平手でも巻きざっぽでも構えしね。パンパーンってね。遠慮も会食もね。まず威勢よくぼっくらはすこった。パンパーンってね。おら、その式だ。いやいやま。先を買ってこい。釜の下は焚きつけろ。すべたろう、 て俺の足を洗え。俺はいつもこの式さ。旦那は本気にしねえかもしれね。松は強いのを一口飲んで続けた。だがね、旦那。俺がこんな式をやるにゃ、それ相当の訳があるんだ。人間が酒を飲んで酔うには、酔うだけの訳があるように。 嘘はつかねえ。俺はね、俺のチャンで、そいつをよく見たんだ。俺のこの目でよ。旦那、俺はこれだけは旦那に言わずにはいられねえ。俺のチャンは、おとなしい人間だった。松はしたったるく話し出した。 酒もタバコもろくろく口にしねえ。おけやだったが、腕はよかった。仲間の職人からそねまれるクレーの仕事をした。浅草橋からこっちの番手おけは、ちゃんでなくちゃあならねえと言われたクレーなんだが、仏匠で。そこは自分でもじれったかったらしい。頭がこすく回らねえ。仕事にはバカな念を入れるが、 どうしてもあこぎな銭が取れねえ。おまけに人を騙すより騙される手口だった。いくら腕がよくってって、それじゃあ蔵の立つ道理はねえ。蔵どころか。正直のところ、女房子に満足な着物も着せられなかった。松の話はたどたどしく。 前後したり、辻褄の合わないことが飛び出したり、同じことを繰り返したりした。だが、そのために、かえって誇張のない実感が感じられた。新吉には、一人の愚直な職人の姿が見えるようであった。そこにいる松のような、肉のしまらない体つきで、目尻の下がった丸っこい顔で、 いつも諦めたような卑屈な笑いを浮かべている。仕事の腕はあるが、頭が悪いので人に利用され馬鹿にされるだけである。狡猾のかつ世の中では、こういう人間は一種の敗者であろう。感情の催促でも強くはできない。割の悪い仕事は見直しつけられる。彼にはすべてが後回し。 取るものはビシビシ取り立てられる。そして、自然生活はいつも苦しく、いつまでも苦しく、彼はため息をつくばかりである。新吉には今、その途方にくれたような力のないため息が聞こえるようであった。お袋は気のまさった女だったろう 生まれつきの勝負はしょうがねえ。だが、仮にも稼ぎに行く亭主に飯を炊かせる、水を汲ませる、時には洗濯までさせるってな。こいつは俺は褒めたこっちゃねえと思う。旦那の命だが、こいつだけは俺ははっきり言いてんだ。松はこう言って目をキラキラさせた。 相変わらずしたったるいが、顔にはかなりな怒りの表情が現れていた。こんな暮らしはごめんだ。飽き飽きした。おふくろはいつもそう言ってた。満足に食いてえものも食えねえ。着てえものも着られねえ。お前さんなんかと一緒になるんじゃなかった。こいつを口癖のように言った。いつも。 頭がいて、腰がいて、めまいがする、腹がやめる。疲れて起きられねえから、お前さん起きて釜の下を焚きつけておくれ。そして、そのくせ夜中になれば、ちゃんをそっと寝かしたことはねえ。無理無手、かかってくんだ。いやもう王もねえ。無理無手。文句なしなんだ。 たまにはちゃんも嫌だで通すことがあった。誰にだって、どんなに強くったって、そこは男は女とは違う。どう生きんでも生きみきれねえ時があら。知れたこったが、無事には収まらねえ。俺の口じゃ言えねえような悪態だ。大赦様も耳を押さえたくなるような悪態の始まりだ。 女はつまらねえもんだ。まるで下女下男みてえだ。<laughs> これがおふくろのもうひとつの口癖だった。彼は一口飲んで続けた。男は外で勝手なことをする。ちっとばかりの稼ぎで酒も飲む、隠れて悪遊びもするが、女は家に引っ込んで、 ボロの縫い繕い、煮き洗濯、子供の世話から暮らしの心配から、嫌なことはみんな女の役だ。下女下男なら銀というものがあるが、女房にはそれもねえ。働き同士働いて、これっぽちも楽しい思いをしねえで、亭主にこき使われ牛馬のように一生終わっちまう。これが女の一生だ。 ああ。だが、俺は知ってるんだ。俺は、この目で見て、この耳で聞いて知ってるんだ。おふくろは、ちゃんが稼ぎに出ると、のこのこ起き出してくる。ちゃんの炊いてった飯を食う。いいから、近所のカカーたちを呼ぶか、こっちから押しかけるかして、 十文が歌詞を買ってガブガブ茶を飲みながら、鈍調芝居の役者評判か、色話か、近所合壁の悪行が始まる。恥も外文もねえような、男も顔が赤くなるような下劣なことを喋って、ゲラゲラ笑って、使名には天殿が、てめえの亭主を裸にするようなことを抜かしやがる。嘘はつかねえ。 俺はこの目で見た。この耳で聞いた。俺はちゃんと知ってるんだ。ちゃんはいい人間だった。一息入れて、松は話し継いだ。お袋に何と言われても、決して口答えはしなかった。すまねえ。俺に解消がなくて申し訳がねえ。 もうちょっとだから辛抱してくんねえ。だが、旦那。ちゃんだって人間だ。一寸じゃねえかもしれねえ。五分ぐれえかもしれねえが、五分の虫にだって二分五厘の魂はあら。たまにはむしゃくしゃして腹も立つだろう。やけくそなような気持ちにだってなることはあら。 稼いでも稼いでも正直一方でこすいことができねえ。いつも下積みでうだつが上がらねえ。女は知らねえから外で勝手な真似をしていると思ってる。好きなことをしてると思ってるが、それどころじゃねえ。女房をこう抱えて今日の日を食ってくってのは道楽じゃねえんだ。 それこそ血の涙の出るような思いをすることもあるんだ。女も苦労だろう。そこは貧乏人は何ともしようがねえ。けれども、男は、男の身になってみりゃ、そんな苦労どころの話じゃねえ。そんなもんじゃねえんだ。段が違うんだ。ちゃんが酒を飲み出した心持ちは、 おらにはわかる。誰だって飲まずにはいられねえ。現に旦那がそうじゃねえから。え旦那みていな人だって、ただむやみに飲みてえから飲むってわけじゃねえんだ。ねえそうでしょう、旦那。飲むったって、ちゃんのはごく時たまだった。松はぐっと煽っていた。 <laughs> そして、いくらか気が紛れて帰ってくる。酒だけは人間を騙さねえ。飲めばいくらかは気を紛らしてくれる。だが、帰ってみると、戸が閉まってるんだ。隙間から覗いたって明かりも見えねえ。戸をピシャッと閉めてみんな寝ちまってるんだ。おかあ。 ったぜ。ちゃんはそっとこう呼ぶんだ低い声でよそっと指の爪で戸を叩きながら「おかあ俺だ開けてくんな」「消えたぜおっかあすまねえが開けてくんな」おふくろは寝ちゃいねえんだ目を覚ましてちゃんと聞いてるんだ ちゃんはいつまでも呼んでる。トントン、トントン。爪でそっと戸を叩きながら、低い声でそーっと。他かけたぜ。嘘はつかねえ。おら、聞いてたんだ。聞いていて涙が出たもんだ。ちゃん、となんか毛破って入んねえ。ここがちゃんの家じゃねえか。 俺はこう怒鳴りたかった。本当に声っ限り怒鳴りたかった。けれども、怒鳴るな俺じゃあね。いつもお袋だ。さんざっぱらちゃんに呼ばせててから、寝とぼけたような声で、誰だえと言う。今自分誰だえ何か用があるのかえってよ。 それからは見き出すんだ。町中が目を覚ますような声で、ありったけの残疎と悪体を並べるんだ。うしてから、それから言うんだ。戸が閉まってて入れなきゃ、入るには及ばねえ。どうせっくらい酔ってるんだから、外で寝て余裕覚ますがいい。私の知ったこっちゃねえよってさ。 松の両方の目から、その時、涙がだらしなくこぼれ落ちた。太くて黒くて、ガサガサに伏し暮れだった指の手のひらを返して頬をなで、それから湯のみのもうこになったのをすすった。お袋が寝返りを打つまで、ほら頭って動かねえ。それからそーっと寝床を抜け出すんだ。 そーっとよ。そして勝手口を開ける。そろそろと開けるんだ。ちゃんは寒そうな格好で、尻尾を垂れた迷子犬みてえにしょんぼりと闇の中に立ってる。おら、低い声で呼ぶんだ。ちゃん、早く入んなよ。早く。ああ。 旦那がもしこいつを知ったら、そしたら俺の指揮が嘘でねえ、無理はねえってことが分かってもらえるはずなんだ。ほら、それだけは言わずにはいられねえんだ。新吉はじいさんに目くばせをして、空になった彼の湯飲みへ、もう一杯強いのを注がせた。松は急に顔の紐を解き、目尻を下げて、 片方の手で濡れた方をこすりながら、ぺちゃぺちゃと音をさせてそれをすすった。話で抑えられていた酔いが、みるみる盛り返し、膨れ上がるらしい。おらあちゃんのようにはしねえ。この目で見てるんだ。やってくれ耳で聞いてるんだ。まっぴらごめん、くくらえだ。 女に余計が作れるか腰っ骨の折れるような人足稼ぎができるかってんだ。俺は横面はっ飛ばしてやる。パンパンこうだグッとも言わしゃしね頭から怒鳴る。いやいやが、ま、釜の下は焚きつけろ。足を洗うんだ水を持って来い。ぐずぐずし上がると足の骨をぶっくじくぞ。こうだ 飲みたくなるや酒を買いにやる。夜中だってなんだってえしゃくはねいやいやま、行って酒を買ってこい。嘘はつかねおら、オラこの式や。ちゃんはそれができなかった。ちゃんは。だが、おら、まっぴらだ。えい、まっぴらごめん、そうろうだ。 松はぐらぐらと神戸を垂れ、右手には湯のみを持ったまま大板へうつぶしてしまった。ええ、まっぴらだよ。何を昔やがる。鉄でもくらえだ。ブラボメ。女がなんだ。かかが何だってんで。お客さん、あたい買っとくれよ。 耳のそばでこう囁ささかれて、新吉はほとんどびっくりして振り返った。いつ来たものか、おことがぴったりと体を寄せて立っていた。あたい、遊ばせるの上手よ。ねえ、好きなことだったらどんなことだってさせてあげるわ。まだ骨が固まってないから、普通の姉さんじゃできないことができるわ。 一度遊んだお客さんはみんな忘れられないっていうわ。ねえ、一度でいいからあたいを買ってよ。痩せて骨だけのような腰を押し付け、素早く新吉の手を取って自分の股の中へ入れようとした。新吉はそれを振り離し、財布を出していくらかを掴んでおことの手に握らせた。これを持っていえりな。 おいさんは、育児なしでダメなんだ。ふん、綺麗みたいなことを言うわね。おことは銭を握ると、後ろへ飛びのいた。そして、若い獣のようなギラギラする目でこちらを睨み、像を込めて罵った。これを持ってけが呆れるよ。人の股へ手を入れて、ただくれるようなことを言いやがる。あたいはそんな甘いんじゃないんだよ。 そくなっちゃいけないよ。そして、いたちのように外へ飛び出していった。食うため、か。新吉は目をつむってそう呟いた。食うために、お互いが騙し、お互いが憎み、汚し合い。いつまでも、 子も孫も、この世が終わるまで同じことを繰り返していく。いつまでも、食うために。松が勘定をして出て行った。新吉はそれをぼんやり見ていたが、凍った道でつまずきでもしたのだろう。松がぶったおれて、何かわめきたてているのを聞くと、新吉は、 すぐ戻ってくると言って、外へ出た。さあ、殺せ。やろう。どうと申し上がれ。松は道の上へ仰向きになって、手を振り回しながら叫び立てていた。新吉は彼を抱き起こしてやり、裸けた斑点を合わせてやり、それから、左の腕をこっちの肩へかけさせて、 一緒によろめきながら歩き出した。彼はいきり立ち、右の腕をしきりに振り回した。腐ったれやまめ、ただじゃおかねえや。それを飽きずに繰り返した。そんなにも酔っているのか、曲がり角を三度も間違えて、山の宿のゴミゴミしたその一角へ行くまでに、 まっすぐに行けばひとまたになったが、ほとんど半時近くも時間をとった。敏感ないてと、それだけ歩いたためだろう。松は道の四つじになったところで、もういいからと別れを告げた。今夜は酔ってるんだから、乱暴しないでおとなしく寝るがいいぜ。新吉はそう言った。 おめえの指揮もいいが、時と場合があるからな。今夜はおとなしく寝るんだぜ。わかってるよ。俺だってほどってええものは知ってるやん。大丈夫だから。それじゃあ、まあ、旦那も、うん、風邪をひかないようにね。ひどく冷えるから。じゃあ一つ、そこは何分。 あとは口の中でもぐもぐ言って、かなりしっかりした足つきで、松は歩いていった。危ないな。悪く暴れるんじゃないかな。新吉はちょっと不安になり、それとなく後からついていった。松は横丁へ曲がったが、そこは家が三四軒しかなく、向こうは空き地で、 つまりその貧しい一角の隅にあたるらしい。松は左側の長屋の一番端の家の前へ寄って行った。遠け破って入んなよ。松が子供の時そう思ったというその言葉がふっと新吉の頭に浮かんだ。しかし、松は閉まっている雨戸の前で、 遠慮がちな低い弱々しい声で呼んだ。おっかあゲッったぜ。開けてくんな。ゲッたぜ、おっかあそして指の先でトントンと軽く、ほんの軽く雨戸を叩いた。新吉は逃げ出したくなるのを我慢した。 歯を食いしばるような思いで、松の悲しい呼び声と、訴えるような、戸を叩く音を聞いていた。やがて家の中から、女がダミ声で怒鳴る、明けすけな、褐色のないバりが聞こえる。だが新吉は我慢して、苦行でもするかのように耳を澄ましていた。そんなこと言わねえでよ。 謝るからよ。なあ、おっかあ。外は寒くって。ほら、凍いじんじまうよ。なあ、おっかあ。ほら、この通り謝るからよ。なあ、なあ。彼が雨戸に向かって実際にお辞儀するのを新吉は見た。そして、それからどのくらい経ってか。 彼はこの情景の転生とも言うべき声を聞いたのである。どこかの戸がきしみながら開いた。そうして、低い囁ささくような声で、それは十二三の少年のもののようであったが、こう呼びかけた。はいなよ、ちゃん。早く。 『正月も近くなったある夜』『曇った生暖かいような晩だったが新吉は柳屋の大板へもたれかかっていい気持ちそうに酔っている松の機源』を何の感動もなく聞いていた『松は素晴らしい機源だった。 彼は尻下がりの目をいからかし、右手のげんこつで何かを殴りつけるような身振りを繰り返した。このま、マ、早くしろ文句を抜かすなすべた野郎め、来て俺の足を洗え女ってやつはこれに限るんだ。おはこの式だ。ほんとだぜ、親父。女はね、女ってやつはそれでちょうどなんだ。 嘘だと思うなら。<laughs> 新吉の唇が震えながら歪んだ。喉がごくっとなり、鼻の奥が熱くなった。<laughs> そうだ。その通りだ。<laughs> 彼は口の中でそっとこう呟いた。<laughs> お前の言う通りだよ。 松さん、いいから、よ酒だけは、俺たちを騙さねえからな。山本周五郎作、嘘はつかねえ。お相手は、村上洋でした。 ではまた。